私の名前はユキコ。3ヶ月前に結婚したばかりの35歳だ。夫のコウスケは3歳年上。この年で結婚するとは思っていなかったけど、後輩に連れて行かれた婚活パーティーでコウスケと意気投合し、結婚してみるのも悪くないと思い始めた。お互い年齢も年齢だし、付き合うなら最初から結婚前提でと話していたので、付き合ってから半年ほどで結婚。コウスケは末っ子長男で、年の離れたお姉さんは結婚して家を出ている。お父さんには、いつ結婚するんだとずっと言われていたそうだ。私も同じで、今は実家を離れて介護職をしてるけど、実家に帰れば、妹はもう結婚しているのに、お前はどうなんだ、といつも両親に言われていた。実家は酪農家で、私が実家を継ぐことを考えていたけど、売り上げも減少しているし大変だから、後継ぎのことは考えなくていいと父から言われ、私は高校を卒業すると実家を出て介護職に就いた。牛の世話ができるんだから人間の世話もできるだろう、なんて思って始めた介護の仕事だったけど、当然ながら牛と人間は全く別物だった。でも人と関わりのある仕事は楽しい。今では天職だと思っているほどだ。私たちは結婚式を挙げるかどうか悩んだけど、この年なのに大々的に挙式するのは気が引ける。でも両親のためには花嫁姿を見せたい。そう思って親族のみでの小さな結婚式をした。これから新しい生活が始まると思うとワクワクしていた。それがあんなことになるなんて。結婚してから3ヶ月、私たちは初めてのお盆を迎える。いつもは実家に帰省していたけど、今年はコウスケの実家に顔を出すことにした。私の両親からは、コウスケさんのご家族にくれぐれも粗相のないように、と念を押される。お盆はいつも親戚が集まるけど、おじさんたちが飲みたいだけだから、ユキコは特に何もしなくていいからな。コウスケはそう言ってくれたけど、さすがに何の準備もしないわけにはいかないだろう。なるべく動きやすい服装にして、エプロンの用意もする。実家で作っている乳製品を送ってもらったので、それも持っていく準備をした。当日、コウスケの実家に行くと、すでに親戚の人たちが到着しているようで、中からは賑やかな声が聞こえてくる。私たちが玄関に着くと、お父さんが杖をつきながら玄関まで出てきてくれた。コウスケ、おかえり。ユキコさんも遠いところありがとう。足の不自由なお父さんがわざわざ出てきてくれたことに驚いていると、私の意図に気づいたお父さんは、少しは動かないと、もっと歩けなくなるからな。と言う。何年か前の事故で足を悪くしてしまったそうで、高齢のお父さんは治りが悪く、杖を手放せなくなった。とはいえ、それ以外は元気だし、私にもよくしてくれる、良いお父さんだ。どちらかというと、問題はお母さんの方で。コウスケ、早くおいで。奥からお母さんが手招きをする。お母さんの目には、コウスケしか見えていない。結婚前には気づかなかったけど、お母さんは、コウスケのことが大好き。結婚してからも、しょっちゅうコウスケに電話をかけてきている。私は、お父さんに、実家から送られてきた品物を渡した。これ、実家で作っているものです。よかったらどうぞ。お父さんは、それを見て喜んでくれる。ああ、産地直送のチーズじゃないか。ええ、こんなものまで作ってるのか。感心したように言う。お父さんの言葉に私は誇らしくなる。でもお母さんは小さくため息をついてその場を立ち去った。お気に召さなかったのかな。少し気になったけど、お父さんが喜んでくれているから気にしないことにしよう。今日来ているのはお母さんの血縁者のようだ。ざっと紹介されたのはお母さんの妹夫婦とその息子、さらに下の妹夫婦、
それにお母さんのお兄さんだそう。あとはコウスケのお姉さんが来ている。一息ついてから昼食をいただくと、お母さんが私に向かって、ゆきこさん、お父さんと散歩にでも行ってもらえる？普段は介護する人がいないから、なかなか外に出られなくて。と言った。お父さんはせっかく遊びに来たのに、介護なんてさせられないと断ってくれたけど、ここにいるよりはお父さんと散歩に出た方が気が楽だと思ってそれを引き受ける。コウスケも一緒に行くと言ったけど、お母さんに止められ、私はお父さんを連れ出した。30分ほど散歩をして戻ると、私たちが帰ったことに気づいてないようで、中から声が聞こえてくる。お嫁さんは介護要員なのね。笑いながらそう言っているのは、お母さんの妹だ。それに対してお母さんも笑っている。そうよ。旦那の介護なんてやってられないわ。あの人、家にいるだけで邪魔なんだもの。コウスケはそのうち同居してくれるって言うから、そうしたらあの人の世話はあの子に任せるわよ。え？同居？そんな話、コウスケからは何も聞いてない。私は聞こえないふりをしていたけど、ゆっくりと歩くお父さんの耳にも入ってしまった。私が支える隣でお父さんの顔が厳しくなっていくのがわかる。すると、コウスケの声が聞こえた。介護職って聞いた時にピンときたんだ。嫁にもらえば介護費用はかからないだろ。じゃなきゃ35歳なんて生き遅れと結婚なんかしないよ。介護が終わったら別れればいいんだし。そこしか取り柄のない嫁なんだから仕方ないわよね。だって実家が酪農家よ。お土産にチーズってウケるわよね。お母さんの言葉に私は頭に血が昇るのを感じる。あれは両親がいろいろ改良してきた自信作のチーズで自慢の品物だ。それをバカにされて黙っていられない。でもお父さんもいるし文句を言っていいものか。考えているとお母さんの声がまだ続いている。あの子の父親、結婚式の時にも泣いてて情けなかったわよね。コウスケによろしく頼むなんて手を握ってたけど、あんなの迷惑よね。そうそう、もっと若いならわかるけど、35にもなった娘の結婚式で泣くとかありえない。お母さんに続いたのはお姉さんだ。この人たち、そんなことを思っていたのか。結婚前の顔合わせの時だって、着慣れていないようなスーツだし。しかもその時、今度実家に来たら、牛の乳搾りでもしてくださいとか言ったのよ。ああ、無理無理。牛なんて汚いじゃない。あの父親、どういう神経してるのかしら。牛の世話なんてしてるだけだから、世の中についていけてないのよね。お母さんが言った言葉が聞こえて、私はもう耐えられなかった。ドアを開けようとすると、お父さんに制され、お父さんがドアを開けた。一瞬で静まり返って、全員の視線がこちらに集中する。お前たち、なんてことを言っているんだ。その声は、飲みすぎて横になっていたおじさんが起きるほどだ。お父さんが一喝すると、お母さんが笑って話をそらそうとする。あら、帰ってたの？お茶でも飲む？お母さんが視線をこちらにやってきたので、私はきっぱりと言った。いりません。私はコウスケを睨みつけた。ねえ、今のどういうこと？コウスケが口ごもっているとお母さんが口を挟んだ。本当のこと言っただけでしょ。あなたのお父さん、スーツも着てないし、身なりもきちんとしてないじゃない。人としてどうなのよ。確かに、父はスーツを着るような仕事ではない。
でも仕事には誇りを持っているし、人から馬鹿にされるようなことは何一つしていない。ミナリンがきちんとしていないなんていうこともない。するとピリピリとした空気を察してコウスケが口を開く。冗談だよ、冗談。笑いながら肩をポンと叩かれ、私は余計に不機嫌になる。周りの親戚たちも私や父のことを見下すようにうすら笑っていて不快だ。その様子に私は耐えられなかった。私はコウスケとお母さんたちに向かって、確かに父はスーツを着るような仕事ではありません、でも仕事には誇りを持っているし、人から馬鹿にされるようなことは何一つしていません。身なりがきちんとしていないなんていうこともないですから。冗談だと言われても、私を育ててくれた両親のことを馬鹿にする人は許せません。コウスケは自由にしていいけど、私は義実家のあなたたちとは絶縁します。親戚の皆さんとも一生会いません、とはっきり言った。するとコウスケの表情は一変。コウスケは、離婚だ、今すぐ出て行け、と大きな声を出した。私はため息をついてキビスを返し部屋を出ていく。お父さんは私のことを止めてくれたけど、もうここにはいられない。私が出ていくと中ではお父さんの怒鳴り声が聞こえた。お父さんには悪いことをしたけど、コウスケがそう言う以上私は離婚を選ぶ。だって私は介護要員で、相談すらせずに同居の話があったなんて、いつどうなるか分かったものではない。何より父のことをあんなに馬鹿にするなんて絶対に許せない。どうしてもっとちゃんと言い返さなかったのかと思うと、悔しくて情けなくて涙が出てきた。私は無性に実家が恋しくなって、そのまま実家の方面へ向かう電車に乗る。家に帰るよりもここからなら実家の方が近いしちょうどよかった。実家に着くと私を心配した両親が何かを聞きたそうにしている。私は義実家であった出来事を話し始めた。コウスケが私を介護要員だと思っていたこと、介護が終わったら別れればいいと言っていたこと、お母さんに実家を侮辱されたこと、そしてもう離婚だと言われたのでそうしようと思っていると伝える。父も母も黙ってうなずいてくれた。翌日まだ実家に滞在していると、コウスケから電話が来た。いつまで拗ねてんだよ。私が悪いかのように言ってくる。その態度に私はまた頭に来てしまった。拗ねてるわけじゃない、週末に離婚届持って帰るから。するとコウスケは意外そうに言った。は？離婚届？何言ってるんだよ。でいつ帰ってくるの？え？離婚するって言ったのコウスケだよ。俺が離婚？言ってないよ、いつだよ。何やら慌て始めている。どうやら本気で覚えていないらしい。そして昨日のことを話し始めた。昼寝して起きたらユキコがいなかったんだよな。父さんはずっと怒ってるし、俺には何のことだか。そんなに飲んでないはずなんだけどな。それでわかった。お酒の弱いコウスケは飲んでいる時の記憶はよくなくすし、すぐに寝てしまう。だから飲まないでって言っていたのに、お母さんに勧められて私が散歩に出ている時に飲んでいたそうだ。夫にお酒も飲ませないなんてダメな嫁だって母さん言ってたぞ。そんなことを抜け抜けと言う。その言葉に私はため息しか出なかった。私は介護要員としてコウスケと結婚したわけじゃないし、同居の話も一切聞いてない。しかも介護が終わったら離婚するんでしょ。だったら今離婚してもいいよね。私には介護する気ないし。
そう言うと、コウスケはまた慌て始めた。ちょっと待って、なんでそんなこと。あなたが自分で言ったことでしょ。行き遅れで悪かったわね。私の言うことよりも、お母さんの言うこと聞いてお酒飲んだんでしょ。そんなことまで言われて、笑いながら結婚生活続けられるわけないよね。これから先は、朝もお母さんに起こしてもらってね。寝起きの悪いあなたを毎日起こすの、大変だったんだから。しかも私が起こすのが普通になってるから、お礼すらないし。私と話していてもお母さんの電話を優先するし。そんなにお母さんが好きなら、実家に戻ったらいいじゃない。そんなことしたら、父さんの介護しなきゃいけないじゃないか。やっぱり、私は介護要員なのか。これだけ話していても、私に対する謝罪の言葉が何もない。私は、電話を切った。週末、離婚届を持って家に帰る。念のために、父がついてきてくれた。父には外で待っていてもらい、家の中に入ると、義両親もいることに私は驚いた。お父さんは私を見るなり、コウスケとお母さんに謝らせようとするけど、足の悪いお父さんが二人を思い通りにできるはずもない。お父さん、もう謝ってもらわなくて大丈夫です。短い間でしたが、お世話になりました。そう言って頭を下げて、コウスケに向かって離婚届を突きつけた。今すぐ書いて。この後出しに行くから。離婚届を目の前にすると、コウスケは見るからに動揺している。本当に離婚するのか？当たり前でしょ。酔った勢いで言ったからって許されるものじゃないの。離婚しないって言うなら、実家とも親戚とも絶縁して。でも、あなたにはそんなこと無理でしょ。そんなに介護要員が欲しいなら、離婚して他人になってからでも、お金払ってくれれば、お父さんの介護なんていくらでもするけど。すると黙っていたお母さんが思わず口を開く。そんなの意味ないじゃない。私はその言葉に笑ってしまった。そうですよね。介護費用をケチるための嫁ですもんね。でも、このまま結婚生活を続けたとして、もしお母さんに介護が必要になっても、私、お母さんの介護は絶対にしませんよ。それとも、今のお母さんみたいに、介護してるって周りに言い張って、実際には何もしない。そっちの方がいいですか？それはそれで楽しそうですよね。お母さんは顔を真っ赤にして怒り出す。なんてこと言うの、嫁の分際で。だからもう嫁じゃなくなりますってば。お母さんとコウスケを睨みつけると、コウスケはようやく観念したのか、ペンを手に取った。離婚届をもらうと、お父さんが私を見る。ユキコさん、本当に申し訳ない。お父さんは私の味方をしてくれていたけど、自分の介護が原因でこうなっていることに気が引けているようで、それ以上は何も言ってこなかった。それなのに、お母さんはその言葉に反応する。こんな嫁に謝る必要なんてないでしょ。そもそもあなたの介護で私は疲れてるんだからね。すると、とんでもないことが起こった。お父さんまで離婚届を持っていたのだ。だったら、お前もこれを書いてくれ。さっき、ユキコさんが言っていた通り、お前に介護してもらった覚えなんて少しもない。リハビリすら手を貸してくれなかっただろう。もうこの歳まで来てしまったし、少しの不満は墓場まで持っていこうと思っていたけど、もうお前とは無理だ。離婚だ。思っても見ない展開だったけど、お父さんも相当不満が溜まっていたらしい。お母さんは自分が出て行ったら何もできないくせに、
と高をくくって離婚届にサインをした。私が遅いことを心配して父が顔を出してくれたので、父に荷物を預けて、私はお父さんに手を貸して家を出る。お父さんも車に乗ってもらって途中まで送ることにした。私は離婚届を提出し実家に帰る。その後離婚届は無事に受理され、きっちりと財産分与をして私は独身に戻った。お父さんも帰ってから離婚届を出し、晴れて独身に。お母さんは康介のところに身を寄せて大好きな息子といられるはずだったけど、次第にその過干渉はエスカレート。恋人気取りで康介の会社にお弁当を届けるなんて昔のドラマにありそうなことをやらかして、康介との仲は最悪に。でも朝起きられない康介はお母さんを放り出すわけにもいかず、家の中はギスギスしているらしい。ちなみにお母さんは働く気がなく、生活費を私と折半していた康介は、お母さんとの暮らしで貯金が底をつきかけているという。何度か来た復縁の連絡はもちろん断った。お父さんはあの日送った車の中で父と意気投合。私の実家に遊びに来て牛たちを気に入ってしまい、なんと家を売り払って近くに引っ越してきた。私も実家に戻っていたから、お父さんから雇われて介護をしていたけど、リハビリの甲斐あって、すっかり歩けるようになった。今では親戚のおじさんくらいの距離感で、いい付き合いをしている。私は今、実家を継ぐ決意をして、父の元で勉強中だ。父の誇りは、私が守っていきたいと思っている。